皆さん、こんにちは。女性が好きな人に自分の気持ちをさりげなく言ってしまっていることにあなたは気がついていますか？彼女なんか言ってた？わかんないなっていう男性は、女性との会話の中で出てくるキーワードをもっと意識するべきです。女性は好きな気持ちをはっきり言えずにいますが、さりげないアプローチを目立たないかもしれないけど、彼女なりにずっとしてくれているんですよ。そんな心の中からふっと漏れ出てくる声をあなたがしっかりと受け止めてあげれば、これからの2人の関係が親密になってくるかもしれないですね。女性があなたを好きになってしまったら、必ず何回かは気になるセリフを言ってくれています。意識をして彼女の声を聞いてあげれば、あ、このセリフなんか前にも聞いたことあるぞとなってくるはずです。気になっている存在なら、彼女の気持ちに応えてあげましょう。これから紹介していく女性が好きになった男性に言ってしまうセリフで、今後の参考にしていただければ嬉しいです。では早速見ていきましょうね。1. 一緒にいると落ち着く。女性はいつも好きな男性のそばで安心したいと思っています。安心できるあなたには心を許してしまっているため、ついこんな言葉が漏れ出てしまうんですね。何気ない会話の中で出てくるこの言葉、男性は何か必要とされていると思うと、特に意識をしていなかった相手でも嬉しく感じて、少し意識して女性を見ます。あなたとの心地よい、またドキドキする時間がまったりと彼女の心を包んでいくのでしょう。そんな彼女のセリフにあなたは、そうだねと彼女のセリフに同調してあげてくださいね。そうすれば女性は嬉しくて、もっと自分の気持ちに正直になって、あなたにアプローチしてくれるでしょう。2. もう少し一緒にいてもいい？女性は好きな男性と少しでも長く一緒にいたいから、少し無理を言ってしまうんですね。ただあなたのそばにいるだけで女性は幸せな気分になっています。あと少しだけ一緒にいたい、ひたむきな感じに聞こえてくるこのセリフ、実はこんな気持ちが女性の恋心を一層燃え上がらせているのです。彼女の瞳がずっとあなたを捉えていたら、笑顔でうなずいてあげる、それだけの対応で十分 OK。 あえてこの場でいろいろと聞かない方が、彼女は胸キュンなのです。なんで俺と一緒にいたいの？どうして？としつこく質問してしまうと、あなたへの恋心が一気に冷めてしまうかもしれません。女性のことが気になっていないのなら、自由に聞いてみてもいいのですが、少しでも彼女が気になっているのなら、彼女のアプローチにはしっかりと反応して、あなたからもさりげないスマート対応を心がけるようにしましょうね。 3. 彼氏はいないよをアピールしてくる。女性が彼氏はいないよと聞いてもいないのに言ってきたときは、あなたからアプローチをかけてきてほしいので、わざと言っているんですよね。女性は根本的に注目されたいもの、特に好きな男性には自分に関心を示してほしいと願っています。あなたからの反応が何もないとがっかりしちゃうので、彼女のことが気になっているなら、彼氏いないアピール発言に対して関心を示してあげましょうね。例えば彼氏がいないとの言葉には、そうなの、じゃあ今フリーなんだねとか、そうなんだなど軽く返してみましょう。その言葉に彼女はどんな反応を示すのか、次はどんな言動で攻めてくるのか、黙って動向を見守っていくのもいいでしょう。それに女性のことをよく知ることができるので、あなたが彼女と良好な関係になっていきたいのなら、お付き合いする上でも今後の参考になりますね。 4. なんでこんなに楽しいのかな。女性は好きな男性と一緒にいるだけで幸せ、幸福感に浸ります。女性にとってはあなたといる空間はドキドキ感で楽しくて、なんだかワクワクしてきちゃう感じです。そんな時にふと、なんでこんなに楽しいのかなと分かっているのに、わざと疑問符をつけて言ってしまうんですね。女性と一緒にいて彼女は何気なくそうつぶやいていませんか？ただの友達で本当に楽しいからそんなこと言っているのかなって思う男性もいるのかもしれませんが、二人きりでそんな言葉が女性の口から出たなら、彼女があなたに対してアプローチを仕掛けていると見ていいでしょう。それなら、別に面白いこと言ってないけど、ね、俺といてどんなところが楽しいの？って聞いてみては？もしかしたら彼女は焦って本音を漏らすかもしれませんよ。 5. 私たちって付き合ってんのかな？これは大胆に質問してきている。もし女性と好きな男性が親しい友人、知人、先輩後輩のような関係にあって、女性があなたを好きなら、
女性は今よりももっと親密になりたい、または一体私のことをどう思っているのかなって少し不安もあって、つい話の流れで聞きましたよって感じで聞いてくれてるんですね。この発言だと彼女とあなたの関係は周りの人もあの二人ひょっとして付き合ってるんじゃないのかなって思えるくらいの仲良しさん。女性はあなたに悟られないようにして気持ちを温めていた。それに対してあなたの方は特に異性として意識していない、告ってもいない。なのにどうしてそんな風に聞いてくるのかな。男性ならえってちょっと焦ってしまいますよね。でも彼女の方は表向きは軽く聞いていますが、本当は真剣そのもの。あなたとの関係を確かめたいんですね。あなたが自分をどう思っているのかを。だからそんな質問にはそのまま返してあげましょう。じゃあ〇〇ちゃんは俺と付き合ってるって思ってくれてんのって。なんだか2人の関係が急接近しそうな予感が。もし彼女が気になる存在なら聞いてみるといいかもしれませんよ。6. もっと知りたい。もっと知りたいっていうことは、あなたが気になって仕方がない、あなたのことが好きだから何でも知りたいという気持ちの表れです。好きな男性に伝えるあなたのことが気になってますアピールをしているんですね。好きでなければもっと知りたいなんて女性は言いません。あなたを知って自分のことも知ってもらって、お互いもっと仲良くなりたい、いい関係になりたいと思ってくれているのです。そこまでの気持ちにあなたは気づいていないなら、どうか気づいてあげてください。そして女性からもっと知りたいってアプローチされたなら、例えばじゃあお茶でも行くって初めは軽く約束してみるとか、彼女がどんなシチュエーションを好んでいるのか彼女を知っていくチャンスですよ。7. いつでも味方だからね。例えば仕事などで落ち込んでいた時に、私はいつでもあなたの味方だからねと声をかけてきてくれる彼女。好きな人が落ち込んでいるのはきっと自分も辛いはず。自分も男性と同じ気持ちになって落ち込んでしまっているからです。でも好きな男性の前ではなんとか元気になってもらいたいとそばで励ましてくれている、あなたのことを応援してくれている、なんかすごく力になってくれて勇気をもらえますよね。それと私だけは味方っていうのは、私一人だけは絶対に裏切らないとも取れますね。それだけあなたのことを大切に思ってくれているんです。女性は好きな男性が弱っていたら、絶対に私が彼のことを守ってあげるんだと使命感のような、そんな心になるもの。彼女にはどうか感謝の言葉を伝えてくださいね。きっとずっとあなたの周りには彼女の姿があるでしょう。8. 私じゃダメかなって。好きになった男性に告るような願望のようなこのセリフ、ストレートに好きって言われるよりももっと意味深なところが効果的ですね。何か相談しているような、自分のことをちょっと落として下から言ってきてくれているような、こういう言い方で自分はあなたにふさわしい女性なのかどうかをあなたに確かめているんですね。それにこの言い方、必ず男性ならそれってどういう意味って聞くはずです。気になる女性からのアプローチなら絶対に聞きたくなっちゃいますよね。なんか気になりますよね。好きな気持ちを詳しく言うと、私があなたの隣でずっと支えていきたいの、ダメですかって感じですね。告白してもしもダメだったらどうしようという思いからはっきり表現しません。こんな感じがグッとくる男性もいるかもしれませんが、あなたなら女性からの言葉にどのような対応をしますか？気になる存在、特に気になってはいない存在でも女性からのアプローチをまずは受け止めてあげてから対応してあげてくださいね。以上、女性が好きになった男性には必ず言ってしまうセリフを8つ紹介しましたが、女性との関係の中で当てはまる項目はありますか？女性にこんなことを言われたら、今まで恋愛対象で見てなかった彼女が急に気になる存在に変わるかもしれませんね。女性のアプローチを見逃さず受け止めて、女性といい関係になれますように願っています。では今回の動画は以上になります。この動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。